ティリー・ヨルセンは、アメリカ合衆国の作家、社会改革運動家、マルクス主義フェミニスト。経済的その他の制約から、最初の著書を発表したのは49歳の時であり、沈黙をはじめとし、主な著書は3、4冊だが、特に労働社会級の文学及び女性学に大きな影響を及ぼし、世界中にカ国語に翻訳された。短編、謎謎を出してはオーヘンリー賞受賞。 晩年は、スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、マサチューセッツ大学アマースト校などで教弁を取る、傍ら、女性文学専門のフェミニストプレスの顧問として、忘れ去られた、女性作家、作品の発掘、再犯に尽力した。ティリー・ヨルセンは1912年1月14日、ネブラスカ州層オンダース軍の軍庁所在地和風で、 オザク・ミノリ・サミュエル・ラーナーとアイダ・ラーナーの6人の子の第2子ティリー・ラーナーとして生まれた。両親は、帝政ロシア時代のベラルーシに生まれたユダヤ人移民であり、二人ともユダヤ系住民の社会主義運動分土に参加し、1905年のロシア第一革命で弾圧を受けてシベリアに移住。さらに、英国を経てアメリカ合衆国に亡命した。 母アイダはもともとハシュカ・ゴルトベルクという名前であったが、移民局でアイダに改名した。父サミュエルは、まもなく同州オマハで、クロス職人の職を見つけ、一家は同市に引っ越した。両親は移住後も、文度とのつながりで、社会主義運動を続けていたが、やがて社会党に入党し、サミュエルは、ネブラスカ州社会党の事務局長を務めた。オルセンは、貧しい労働者として、 革命運動や社会改革運動、人道主義的運動に参加した両親の影響を強く受けて育った。15歳の時、中東教育第11学年で中途大学した。彼女はこれを私の公式の教育と呼び、後に公立図書館が私の生きる糧であり、私の大学だったと語っている。以後、カンザス州、ミズーリ州、 ミネソタ州、カリフォルニア州へと移り住みながら、食を転々とした。ホテルの客室担当従業員、食肉加工場及びその他の工場の従業員、ウェイトレス、クリーニングや、理念点検作業員など、すべて、低賃金労働であった。青年共産主義同盟で活動し、とりわけ世界恐慌の時代に労働問題を中心に、政治、社会活動に、 積極的に関わり、オマハとカンザスシティの食肉加工場労働者の抗議デモを組織した時には数週間習慣された。これまでの劣悪な労働環境にこの過酷な習慣環境が重なり、オルセンは胸膜炎、さらには結核を患い、療養を余儀なくされた。療養中に1920年代のワイオミング州を舞台にある労働者階級の過程を描いた。 小説、ヨノンリ量を書き始めた。九百三十二年に第一子カーラを出産。翌年、カーラを連れてサンフランシスコに引っ越した。九百三十四年五月、西海岸の港湾労働者が大規模ストライキを決行。二人の労働者が殺され、多数の負傷者が出た七月五日の地の木曜日に、オルセンは仲間と共に逮捕された。 公安労働者の組合を組織し、後に結婚することになるジャック・オルセンも、その一人であった。83日間に及ぶ、この歴史的ストライキの中でオルセンは、政治的、社会的な影響力の大きいオピニオン誌、ニューリパブリックや、共産党系の文芸雑誌、パーティザンデビューに2編の詩と多数の報告書を発表した。この活動により注目を集めた彼女は、 1935年に共産党によってニューヨークで結成された小説家、劇作家、詩人、ジャーナリスト、文芸批評家の団体、アメリカ作家連盟の結成大会に若手作家の一人として招かれた。同連盟の当時の会員には、ネルソン・オルグレン、ジェームズ・ボールドウィン、バン・ワイク、ブルックス、アースキン・コールドウェル、ジョン・ジーバー、マルカム・カウリー、セオドア・ドライサー、 ダシール・ハメット、リリアン・ヘルマン、アーネスト・ヘミングウェイ、ラングストン・ヒューズ、ジョン・スタインベックらがいる。オルセン夫妻はサンフランシスコのミッション地区に今日構え、4人の娘を育てた。オルセン家は様々な境遇に生きる人々が同じ価値観のもとに集まる場所となり、隠れ家ともなった。オルセンは家事や育児に加え、相変わらず厳しい労働条件のもとで仕事を続け、 しかも、政治、社会活動にも参加していたため、執筆活動に割く時間がほとんどなく、手帳をつける程度であった。オルセンが毎日の仕事と呼ぶ、地域活動や、教育活動から、やがて、サンフランシスコ発の保護者会運営の保育園が誕生した。また、質の高い保育を実現するために尽力し、PTA で、指導的な役割を担うようになった。 第二次大戦中は産業別組合会議のカリフォルニア州 CIO 戦争救済基金の代表及び CIO 女性支援団体の会長を務めた。戦後赤狩りの時代にオルセンは PTA 活動を通じてサンフランシスコの学校に潜入しようと画策したスターリンの手下であると噂された。彼女自身はスパイ容疑をかけられることはなかったが夫ジャックは 組合活動により会員非米活動委員会への出頭を命じられ、失業に追い込まれた。以後、一家の暮らしは、ますます苦しくなった。子供たちが独立すると、オルセン夫妻は、サンフランシスコの西部拡張予定地のセントフランシススクウェア共同住宅に移り住んだ。これは、国際公安労働組合があらゆる人種、あらゆる境遇の人々が共に生きるために建てた。 住宅であり、二人はここに20年間暮らした。1989年、夫、ジャック・オルセン死去。1954年、42歳の時に、サンフランシスコ州立カレッジの長考生になり、執筆活動を再開した。同校の教師らに勧められ、ステグナーフェローシッププログラムに応募し、採択された。翌年、 労働者階級の母の娘に対する罪悪感を描いた最初の短編小説、私はアイロンをかけているを発表し、1957年のアメリカ短編小説決作戦に掲載された。この後4編の短編を執筆し、これらを短編集、謎謎を出してとして1961年に出版した。本書はこれまで、 ほとんど取り上げられたことのないアメリカ労働社会級の貧困特難を密度の高い切り詰めた言葉で指的に表現した作品として評価され、とりわけ表題作の謎謎を出しては同年王・ヘンリー賞を受賞し、さらに1980年に映画化された。これは69歳になった主人公イーバが直面する老い、病、死の問題や、 階層から浮かび上がる貧困との戦い、愛と抑圧の場としての家庭、母性、他人のために生きてきた歳月の中で失った、自意識、強いられた沈黙など多くの問題を提起する作品であり、謎謎を出してという表題は、革命家、囚人、移民、母であった、イい場が、子供たちに謎謎を出してと言われる、祖母の役割を拒否し、別の生き方を求めていることを示唆している。 ティリー・ヨルセン1978年に出版された、沈黙は、沈黙というテーマで相互に関連した随想を集めた、ものであり、作家の創造力を抑圧し、作家を沈黙させる社会的な環境を検証し、言語の力、階級、人種、ジェンダーの違いと関連性を検証するテキストとして、フェミニズム理論における重要な著書である。実際、以後、英米文学批評において、 女性の抑圧としての沈黙が重要なテーマとして繰り返し論じられている。諸行は1963年にラドクリフ研究所で行った講演の原稿を沈黙、作家が書かない時と題してハーパーズマガジンに発表したものだが、米国における第二波フェミニズムの引き金となったベティフリーダンの著書、女らしさの神話の出版時を一にしたこともあり、これを持っておる線は、 フェミニズムの先駆者とみなされることになった。マーガレット・アトウッドはニューヨーク・タイムズがの本書の書評で、オルセンが妻として母として生涯を送ったために作品数が比較的少ないことについて、これは多くの女性作家が経験する疲労困憊させる障害物競争のせいであるとし、オルセンは彼女自身が長い間状況によって 沈黙を強いられていたことについて、1962年に簡単な説明を書いたが、その後は書いていない。理由は簡単だ。1日は24時間しかなく、彼女は20年間、時間も労力も、またこれらを手に入れるための経済的余裕もなかったからだと書いている。1970年に創設され、当初、シャーロット・パーキンス・ギルマンや、 ゾラニール・ハーストンなどの女性作家の作品、とりわけ忘れられた作品の再販に取り組んでいたフェミニストプレスでオルセンはレベッカ・ハーディング・デイビスの製鉄工場の生活をはじめとして多くの作品を推薦し女性作家の再評価に貢献した。1969年から1974年にかけてスタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、 マサチューセッツ大学で教弁をとり、他の女性作家や労働者階級の作家の活動を支援し、その健在化、言語化を流した。作家、弁護士のスコット・オズローは2006年11月、ナショナルパブリック・ラジオ出版の必属書のコラムに独自の文学伝統を築き上げたと評した。オルセンは、労働問題だけでなく、反アパルトヘイト、反人種差別、反戦運動、 フェミニズム運動、教育改革運動、自然保護活動、ホームレスの問題を中心とした貧困対策活動など、常に最前線に立って運動を経引した。また、低賃金労働者、ホームレス、子供、学生、作家志望の主婦など多くの人々を支援し、彼女の著書や講演に影響を受けた世界中の人々と文通を続けていた。彼女は、社会活動、 執筆活動、教育活動等を通じて、人々に語ること、書くこと、自分の声を届けること、行動を起こすことを促し続けた。1981年、サンフランシスコ市長ダイアン・ファインスタインが同志に、対するオルセムの多大な貢献を称え、ティリオールセンデーを開催した。ありがとうございます。